オランダ号オランダ号は、京都市、大阪市、神戸市と長崎市を結ぶ夜行高速バス路線である。予約指定制で乗車前に予約をする必要がある。学割の設定はない。毎年2月に長崎市内において行われるランタンフェスティバル開催期間中には特別割引が実施される。愛称の由来は、江戸時代に長崎がオランダとの貿易で栄えたことから。 現在は関西の事業者である近鉄バスが単独で運行しているが、かつては運行開始から2018年11月30日までは長崎県側の事業者である長崎自動車との共同運行だった。なお、長崎側の予約、発見等の窓口業務その他運行支援は長崎自動車も引き続き行っている。 京都市内京都南 IC と夜中インターチェンジ大阪市内神戸市内長崎たらみインターチェンジで演出入口長崎市内途中休憩かつては長崎自動車と共同運行していたありがとうございます